スノーマン岩本光るとサウナデート気分が味わえる動画公開、ノールックでタオル渡してくれるの恋のど仏最高。サウナ中間をかく私にぶっきらぼうにタオルを渡してくれたテレアナカレー、オシドラ公式恋する敬語24時 SNS にて岩本光スノーマンと一緒にサウナに入った気分が見われる動画が公開された。これは2月3日に放送された第4話、リビング騒然、突然の襲来、のオフショットとなっている。 岩本は劇中でボディガード北沢達之助役を演じている。とコメント付きで投稿された動画はサウナ着に身を包みサウナの中であぐらをかく岩本が横から撮影されており無言のウルックで肩からかけていたタオルを貸してくれるというシーンになっている。またなぜか TikTok の動画はセンシティブ扱いとなっていることもありコメント欄ではセンシティブになるほどの色気横から見た時の喉仏最高。 ノールックでタオル渡してくれるのかっこいいなどと絶賛の声が相次いでいる番組情報テレビ朝日推しドラサタデー恋する敬語24時毎週土曜23-0023コロン30